皆さんこんにちは、イサオです。それではドラゴンクエストビルダーズの実況をしていきたいと思います。今拠点を狙うモンスターが、あ、この野郎壊していくし、あ、結構壊された。どこ行った？どこ行った？すごい細かいところを入り込んで、これは修復がめんどくさい。ゲームを進めようと思った矢先に、ちょっと直します。こんなもんですね。はい、ちょっと無駄に時間を取られましたが、では、どっちだっけ、緑の旅の扉を使って、この9、右上のコンパスの、指し示す方向に向かいます。もうお墓ばっかりですね。で、この辺に出てくる敵はもうかなり、おお、でっかい、なんかいる。これ今ダメージゼロでしたけど、高いところから落ちて、ですね、メルキドグリーブ、これ落下時のダメージを受けないと。これですね、探索してたら手に入りました。鍵のついた、扉ですねがあって、そこを開けたらありましたね。なかなか便利な装備です。さて、雑魚は無視して進みます。ん？お、なんかあった。あそこは目的地っぽいですね。ん？違うのかな？あ、あそこだ。ありましたね。その前に一度、ここにキャンプがあるので、壊れてるのを補修して休みます。この向こう側ですね、登っていきましょう。あ、こっから入れたのか。特に何もないですね。おっと、敵だ。ん？向こうに何かありますね。ちょっと見てきましょう。
こいつは初めて見るモンスター。紐、鍵を持ってるので使って入りましょう。宝箱ん？銀が15個。そんなにいいアイテムじゃなかったですね。さてこの遺跡の入り口はどこだ？登っていけばいいのかな。あ、人がいる。よいしょ。お、研究者タルバ。何回か出てきてますね、名前は。かつて聖なる祠、神聖な場所があった地。しかし聖なる祠は竜王軍によって跡形もなく破壊されてしまったのだ。生命、世界中は枯れてしまった。お、ビルダーよ、そなたに古の調合台の作り方を教えよう。あとは聖なる草があれば友の病を治す薬が作り出せるはずだ。聖なる草、古の調合台。では一回戻りましょうか。問題は聖なる草がどこにあるかですね。あ、まず調合台を作りましょうか。素材が足りているかどうか。古の調合台、液体銀と調合壺。調合壺、液体銀は ここで作れます。これで足りるでしょう。では、古の調合台を作ってみましょう。で、これを設置します。これを一回撤去して、古の調合台を置きます。でかいな。必要な場所は足りません。このスペース邪魔だな。ではここに置けない。思いのほか大きい。ドンと。撤去した壺を また置いておきます。
生薬研究所。みんな集まってきましたね。エルは元老和の孫娘だったそうです。やはりわしには可愛い孫娘を見殺しにはできぬ。エルを助けてやってくれということでした。なんかひらめいた。聖なる雫で命の木の実を使います。で材料は足りないですね、きっと。聖なる雫、聖なる草、これがまあどこにあるかというヒントもなしかな。聖なる草なのじゃが、世界中が枯れてしまった今、その草も失われてしまっておるようなのじゃ。失われた保管庫の鍵さえ作り出せれば聖なる草が得られるじゃろう。あ、目的地が示された。鍵は持ってるので問題ないですね。あとはまあコンパスで行き場所が示されましたので問題ないでしょう。では、一旦ここで終わろうと思います。ヤシの木植えたんですけど、これだけでだいぶ違って見えますね。はい、では、一旦ここで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。